りが文京区なんですね。で、文京区の方が今ふらっと歩いて来てくれました。とても若い青年です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんどうもこんにちは。私は文京区在住で在勤の石澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日ちょっとこの場所で一言ちょっと言いたいと思いまして、スピーチをさせていただきたいと思いました。今そちらで消費税 10% 増税中止を求める署名が集められていますけれども、私はこれは大賛成です。消費税 10% 増税やっぱり中止しなければならないというふうに思います。なぜかというと、この消費税というのは低所得者ばかりに負担を押し付けて、そして大企業とか富裕層ばかりが声を太る、そういう不公平な税金だと思うからです。この消費税増税によって一番苦しい思いをするのは低所得者の方々です。特に私が言いたいのは、今学生の多くが奨学金を借りて、そして高い学費を払うために必死にアルバイトをして生活をしているという方々がいます。そういう方々にも本当に大変な負担を強いることになるということを訴えたいと思います。私の知り合いでですね、毎月16万円の奨学金を借りているという学生がいます。この学生は16万円の奨学金を借りないと大学に4年間通うことができないという学生です。母子家庭で経済的に本当に困難な生活を送らざるを得ないため、これだけの奨学金を借りなければならないという学生です。そして、平日は週に5回5日間ですね、アルバイトをして、そして土日なんかも空いてる時にはアルバイトを入れるという学生です。卒業時には600万円も奨学金返済をしなければならないということで、その学生はその奨学金の返済を考えるたびに自殺も考えてしまうような、そういう本当に生活に追い込まれているような学生でした。しかし、こういう学生にさらに大きな追い打ちをかけるのが消費税の 10% 増税だというふうに思います。生活費でその学生も毎日のスーパーで安売りをしているような食材を買い求めて、日々の食費を賄うというようなことも生活としては本当に追い詰められていると思います。しかし、そういう学生にもこの消費税というのは平等にといいますか、一律にですねかかってきて生活を追い詰めるということになるわけですね。今、安倍首相はこの消費税で得た財源を救世奨学金に充てるとかいうことを話していますけれども、この間の消費税の歴史を見たら、消費税で得た税収はですねほとんどが大企業の法人税減税に使われてきたということはもう明らかなわけです。ですから、しかも今後安倍政権はですね、軍事予算に27兆5000億円も5年間でかけるというような、そういう軍拡の計画もですね今示しているわけです。ですから、この消費税で得た税収をその軍事費とか大企業の減税とかにですね回すということは、もうこれ昼を見るよりも明らかではやっぱないでしょうかということを私言いたいと思います。ですから、やっぱり今社会保障のね税金を税収を確保するというのであれば、今本当に儲けを上げている大企業とか、また軍事費、こういうのを削ってね、学生の奨学金をやっぱり充実させていくとか、大学の予算をもっと増やしていって学費を下げさせていく、そういうことが今求められているんじゃないかというふうに思います。消費税増税をストップさせるっていうことは、このノーアっていう出てますけれども、これと本当に一致するね、そういう要求だというふうにも私は思っています。ですから、皆さんぜひこの消費税 10% 増税中止を求めるですねこの署名に、ぜひ多くの方にご協力お願いしたいというふうに思います。で、皆さんの生活を良くしたい、そして戦争もなくしたいという思いを、ぜひこの消費税 10% 増税中止の署名にぜひ託していただいて、届けていただければというふうに思います。そしてもう一つ言いたいのは、憲法の問題です。安倍首相、憲法9条を改憲するっていうことをこの前自民党の党大会でも言ったらしいです。で、その理由に挙げたのが、自衛官の名簿をですね提出する
ことに自治体の6割が協力していないということを取り上げて、まあ、発言をしているわけです。しかし今でもね、多くの自治体野党から反論を受けて協力しているということが明らかになりました。自治体の多くが4割の自治体が台帳のコピーを渡して、で5割の自治体が台帳の閲覧を許しているっていうような、そういう状況が今あるわけです。しかし安倍首相はそういう事実を、まあ、ねじ曲げて6割の自治体がね、自衛官の募集に協力していないっていうことを、まあ、盛んに募って憲法9条改憲というのを今進めようとしているわけですけれども、これも本当に許せないというふうに思います。この改憲の狙いっていうのはもう明らかに私たち若い人たちの名簿をね、強制的に安倍首相が召し上げるということにつながるんではないかというふうに思います。ですからこの憲法9条についてもやっぱり守っていくと。で今さっき前川さんの話もありましたけれども、先月下旬には米朝で首脳会談を行われて、今後も話し合いを続けていくってことが確認をされたわけです。今国際社会の流れを見てみると、平和の流れはこの北朝鮮の核問題についても話し合いで解決をしていこうということが今本当に大きな流れになっているというふうに思うんです。こういう国際情勢を見れば、やはり日本政府が果たすべき役割っていうのは憲法9条を守ってね、そしてその9条に基づいて平和外交を進めていくっていうことが今求められているんじゃないかというふうに思います。ですからノーマー帰宅各所の中でもぜひこの憲法9条を守り生かそうということで、私この場所で訴えたいと思いまして、今日は発言をさせていただきました。どうもありがとうございました。皆さん頑張りましょう。ちなみにごめんなさい、私通りすがりだったので分からない。お名前は石澤と申します、はい、どうも石澤さんありがとうございます。ありがとうございました。駒込駅ご通行中の皆さん、こんばんは。